はい、こんにちは、グリードです。今日は筋トレ好きゲーマー集まってのゴートレー動画です。メンバーは N ワタさん、時戸さん、武田さん、僕です。最近 N ワタさんがゲーミングプロテインっていうね、プロテインを発表して、でその開発に僕と時戸さんと武田さんも少しお手伝いをして、まあそのつながりで今回集まりました。今回ね、この4人で黙々とトレーニングしてたので、ちょっと動画の方は後付けで僕がね音声を入れたいと思います。今日のトレーニングはレンタルジムで2時間4人だったので、なんか一部位をやり込む時間がないということで、なんかみんながこう普段やってるトレーニングを共有し合うじゃないですけど、まあいわゆる全身法みたいな、まあ上半身のトレーニングですね、まあまんべんなくやることにしました。まず1種目目は N ワタさんのインクラインのスミスマシンベンチプレスですね。僕はね、開胸手術から約2年経ちました。で半年ぐらい前からやっと重量を追い求めるトレーニングに切り替えて、だけどね、ちょっとベンチプレスとかそのインクラインのベンチとかはあんまりやってなかったです。やっぱちょっとかなり重い種目になってくるからちょっと怖くて、まあ、ダンベルとかマシン系とかね、ペックフライとかね、そういうのにしてたんですけど、まあ、今回、まあ、ひとまず70、80ぐらいでやってみましたけど、まあ、重さ自体はそんなに重く感じなかったけど、でもやっぱこう胸椎をね、こうグッと上げて押すので、まあ、ちょっと怖かったっすね。まあでも、全然70ですごい軽い、80でまああんまり上がらなかったけど、全然押せたなっていう感じでした。今回レンタルジムだけど、あんまりこうエニタイムとかにね、こう垂直のスミスマシンってあんまりないんですよね。こうスーパースミスって言ってちょっと斜めに合ってるやつがほとんどで、いや本当はこの垂直の方が好きなんだけど、もっとこっち置いてくれないから、なんかすっごい斜めだとね、めっちゃインクライン、まあ、なんかそっちの方が初心者にはいいとかいいらしいけど、あんまり僕好きじゃない。はい、次、肩トレですね。肩トレは僕の種目を選ばさせてもらいました。ミリタリープレス、まあ、スタンディング、オーバーヘッドプレスバーベルプレスって言ったりしますけど、まあ、元祖ビッグ3、ベンチ台がない時代のね、ベンチプレスと言われてた種目なんですけど、本当に古い種目で、でも僕こういうオーソドックスな種目大好きなんですよね。他の3人はこのミリタリープレスあんまやったことないらしかったので、まあ、僕がフォームを教えたんだけど、いや人に教えるのってやっぱすごく難しいですね。まあでもひとまず軽い重量でなるべくやってもらって、僕は今回、まあ、40キロでやってみたけど、まあ、インクラインの後だから40キロにしてみたけど、結構軽く感じましたね。全然50でも、インクラインの後でも50全然いけそうだったから、結構力がだいぶ戻ってきた感覚しますね。次、背中の種目、これも僕の種目からベントオーバーローですね。今ウォーミングアップ中ですけど、他の3人はベントオーバーローやったことないらしくて、僕がね、フォームを教えました。いやー、むずい。この種目教えるのめちゃくちゃ難しいです。オーソドックスですごい基礎的なんだけど、いやー難しいっすね。なんかこのハムストリングでこうね、状態を支えたね、その状態で引くっていうことをしないといけなくて、まあでもこの種目できた方がね、その何でしょう、他のトレーニングうまくなるじゃないですけど、やっぱり基礎的な種目ほどできた方がやっぱ長めにね、長期的に見た時にトレーニングがうまくなるとは僕は思ってるので、やっぱりこういう種目をね、やっぱ好んでやってます。でとりあえずメインセット70でやってみましたけど、やっぱ70だとちょっと軽いんですよね。80、90でも一応引けるけど、やっぱりだんだんどうしてもこう、なんでしょう、僧帽筋メインというか体がどんどん起きてきちゃうから、まあ本当に綺麗なフォームでできるのって70か80ぐらいで、今これ70で引いてる時もやっぱりちょっと状態起きすぎなのかなっていう風には僕は思いましたね。で最後はハーフデッド、引けなくなったらハーフデッドで僕は追い込みます。でこれ最後にちょっと軽くして、本当はもっとこういう風に状態をね、地面と平行にしながら引くんですよっていうのをやってます。まあ、これでもなんか起きすぎ、状態起きすぎらしいんですけど、難しいですね。いやまあ姿勢がどうしても無理がある種目ではあるから、まあ本当にこう重いのを引きたかったらブリローとかね、ケーブル系にした方がいいのかもしれない。あとダンベルのローイングとかで、次は二頭のアームカールですね。ダンベルがね、いや片方
壊れてて1個しかなかったんでワンハンドの、カールにしました。やっぱワンハンドの場合1人でもねこういう風に片手で補助ができるからそこが僕すごく好きですね。まあ左右差が出てしまう可能性もねワンハンドってあるので、まあ、最初のうちはなるべくバーベルとかの方がいいかもしれませんね。でこれ N 綿さんがね20キロで引いてみてます。 N 綿さんね、まあ、元々体操選手だったらしくてそのねやっぱ体操経験者ってね体の使い方がうまいのとやっぱり腕とかそこの発達がすごいですね。やっぱり本当に前腕とかめちゃくちゃかっこよかった。で僕もこれ20で引いてみてます。でもやっぱこう見ると同じ重量なんだけどやっぱ N 綿さんのあの二頭すごいな。うん、でも結構なんか20ワンハンドの20のカール全然いけましたね。なんか思った普段全くここまでの重さでやってなかったけど全然、20以上ワンチャン引けるかもしれない。これはスタッフがなぜか撮ってた時戸さんがめちゃめちゃ踏ん張ってるところですね。で次はあのスカルクラッシャーですね。でこのベンチ台がねちょっと軽くて浮いちゃうんですよ。途中から浮いちゃうから N 綿さんに座ってもらいました。この反対側で、うん、ベンチ台重くないとやっぱ安定しないですね。ちなみにスカルクラッシャーもこれ僕からのねあの種目です。うん、すごいオーソドックスですよね全部。ここからサイドレイズ系なんですけど N 綿さんからのこうメニュー紹介はなんかこう、ね、インクラインでこの可動域でもう収縮メインで追い込むっていうサイドレイズで重量は軽く何回か引いたら30秒ぐらいホールドするっていうやり方なんだけど、いやこれはやっぱりいろんな筋トレのね方のサイドレイズ見たけどやっぱりこうサイドレイズ収縮しきるというか収縮を追い求めるのがやっぱ重要かなって思いました。あこれは今サイドレイズ僕のあくまで僕のサイドレイズを教えてるんですけど時戸さんに、まあ、僕のやり方っすね。僕は小指を上にして、胸を張ってね、肩を常に落として、うん、肩がすくまないようにして上げるっていうやり方ですね僕は。これはあくまで僕のやり方なんで、まあ、人によって全然違うと思います。これねさっきその収縮が大事だって思ったんですけどこの僕が最近よくやってるのはこういう風にサイドレーズやってで上がらなくなったら一回もう力抜いちゃって上げ切るっていう力抜いて上げ切るでこれで追い込むっていうやり方、これはあの IFBB プロの寺島さんが紹介してたサイドレイズのやり方なんですけど、うん、これねすごいやっぱりきついっすね。やっぱりサイドレイズってこうだんだん上がらなくなって結局収縮が全然できなくなってくるから一回完全に力を抜いちゃって収縮をしきるっていう、これすごく僕好きですね。だからこの N 綿さんが紹介してたこのガンガン収縮狙うねインクラインのやり方とやっぱりそこは収縮っていうところでは似てるのかなっていうふうに思いましたね。で最後これ体操選手の N 綿さんがやってる腹筋トレーニング、いやこれねたまにやってる人いますけどえぐいっすよね。で僕も今回これ初挑戦しましたよ。あんまできてるのかできてないのかちょっと微妙かもしれない。もうちょっと腕が90度になった方が良かったかもしれないですね。いやでもこれ腕つくねこれ勝手に多分これやってたら腕前腕二頭ね腹筋なんか全部つく気がしましたね。でこれね時戸さんも結構意外できてる時戸さんもできてる。はいというわけで以上がゴートレ内容でした。めちゃくちゃ早く感じたけど今回ちょっと音声の方がほぼほぼなかったんですけどぶっちゃけ言うと音声がほぼ取れてなくて、まあ次回ね何かゲーマーの方とゴートレした時はしっかり音声入れたいと思います。あーそしてそうですよね、ストリーマーゲーマー筋トレ好きのストリーマーの方ぜひゴートレやりましょう。お待ちしてます。それではお疲れ様でした。